おはようございます、レルサーです。仕事終わりました。ちょっともう箱根駅でも始まっておりますが、私はあえて別の場所に行きたいと思います。では後ほど。はい、ということでこの電車に乗ってちょっと出かけていきたいと思います。目的地着きました。また移します。ご乗車ありがとうございます。特急秩父も西武秩父行きでございます。泊まる駅は所沢、入間市、飯能、横瀬です。次に車内のご案内をいたします。この電車は座席指定になっております。特急券の座席番号をお確かめの上、指定の席におかけください。座席を向かい合わせにするときは、お仕掛け室のペダルを踏んで止まるまでお待ちください。化粧室は1号車と7号車に向かいます。また、1号車と7号車には、お飲み物の自動販売機がございますので、どうぞご利用ください。なお、車内は全車両禁煙となっておりますので、タバコはご遠慮ください。次は、Ladies and gentlemen, welcome on board the Shibun Limited Travel Company. The stop is at the terminal. All seats are reserved. Please check the ticket to make sure your seat is reserved. If you have a company, step on the pedal on your seat and rotate it until you stop.ご利用いただきましてありがとうございました。終点の西武秩父に到着でございます。最初の改札口では特急券をお渡しください。チケットレスサービスを利用のお客様、ネット特急券購入画面を係員にお伝えください。本日の特急電車をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。車内にお忘れ物なさいませんよう、今一度お確かめください。はい、ということで西武秩父までやってまいりました。この後とりあえず一風呂浴びて、あらじかつでもがっつり食おうかなと思います。ではまた。はい、お待たせしました。こちらが秩父名物のあらじかつと特産品を使いましたしゃくしな漬けになります。ではこれからじっくりといただきたいと思います。はい、それではいただいてみます。なかなか大きいです。いただきます。
るんで。ソースがもう味がついているので美味しいです。はい、ちなみにこちらが秩父名物のしゃくし菜漬けになります。おそらく埼玉県民の皆様にとってはメジャーなお漬物かと思います。実はこれ結構美味しくて私ハマってしまいました。ではちょっといただきたいと思います。美味しいです。はい、美味しくいただきました。ではこの後お風呂一風呂浴びていきたいと思います。はい、お待たせしました。お風呂とその後のコーヒー牛乳、10分間のマッサージ、とっても最高でした。すごい心地よかったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。この後も帰りレッドアローに揺られて帰りたいと思います。ではまた。